名古屋市中村区の小学校で今日5年生向けに EV 電気自動車に実際に触れ環境への関心や理解を深める特別授業が開かれました。自動車メーカーの日産自動車などは先進技術を通じて車と社会の関わりを学ぶ教材を制作し全国の小学校に提供しています。児童たちは電気自動車に乗りハンドルを離していても正確に駐車できる自動運転技術を体験していました。日産のこうした体験型の授業が東海地方の小学校で行われるのは初めてだということです。